あ、じゃあそのうちちゃんと店舗構えるんかな。てか、この雨の中、絶対服びっしょびしょやろ、それ。ん?初めて雨が降りよる。ん?ちょ、待って。なんか露店みたいな出しとんやけど。皆さん、たぬきしたらも、ただいま2020年3月24日火曜日の午後2時46分なんだもん。さて、本日のニュースは、じゃじゃーん。ついに本日、アイナ島に博物館がオープンしただなもん。それもそうやけど、ちょっと絹代さんに触れてあげて。虫、魚、化石、それぞれの展示室があるとっても立派な博物館なんだもん。館長のふうたさんによると、展示品の寄贈や化石の鑑定は24時間いつでも大歓迎とのこと。入館料も無料だから、いつでもお気軽にどうぞなんだもん。てか思うんやけどこれさ、博物館とか水族館とか、入館料無料ってめっちゃすごくない?現実にやってほしいんやけどそんなん。ちなみに今回も記念のセレモニーを開催させてもらうだろうもん。時間と興味がある人は案内所まで参加の申し込みに来てくださいね。それじゃ、今日も良いアイナ暮らしを。キニオさんには全く触れないのね。めっちゃ雨降りよる。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。あ、花咲いたね。何やったっけ?ヒヤシンスやったっけ?咲いた咲いた、やった。はい、そして、たぬきマイレージプログラム。いつもたぬきマイレージプログラム、並びにたぬポートをご利用いただき、誠にありがとうございます。マイル交換サービスで交換いただいた景品をお届けします。今後ともよろしくお願いいたします。たぬきマイレージサービス。あ、そっかそっかそっか、そういえば、頼んどったわ。壁紙やったっけね?ちょ、変えとこう。あ、ちょっと待って、その前に、開けないと。はい、たぬき開発の壁紙。あ、かわいい!いいね。これはまあ、収納しとこっか、一応。一応。こんな感じ、壁。え、めっちゃかわいくない?え、超かわいいんやけど。良きだね、良きだね。ラグも欲しいね。そっか。家の中はあんな感じやったけど。外は、すげえな、この日。雨でも消えない。素晴らしすぎん。あ、てか、橋できとる。イエーイ。これでめっちゃ移動が楽になったわけやね。わざわざ道具を切り替える必要もない。さあ、それじゃあ、なんか音聞こえんかった、今。変な音が聞こえたような気がしたんやけど、気のせいか。オープンした。あ、すごい。これや、博物館。立派やね。よし、入っていこう。うわ、すごー。え、やばくない?今までと全然違うやん。何この感じ。へー、すごーい。なんか、外と別世界すぎん?別世界すぎん、ちょっと、ふうたくん。んぐご。は。おば、申し訳ない。私、夜型のもので、昼間はどうも眠たくて。おっと、それより。ほほ、これはこれはアイナさん。いかがですか?この立派な姿。ついに本日、アイナ博物館がオープンいたしました。それもこれも、アイナさんの寄贈のご協力があってのこと。改めてお礼を言わせていただきます。簡単に館内に説明をさせていただきますと、左右と地下、それぞれの入り口はこれまでに寄贈されたコレクションの展示室へ繋がっております。そうそう、それから、皆さんにより快適にご利用いただけるよう、今後は寄贈の際に1点ずつではなく、複数種類まとめてのお預かりもいたします。あ、これからはちゃんとそうしてくれるんやね。それと、詳しくお知りになりたい化石や魚をお持ちいただいて、あと一応虫も。おまけ。これって何?とお尋ねくだされば、いつでも解説させていただいてますので、気軽にご相談ください。ではぜひとも、自慢のコレクションをご覧になっていてくださいね。早速ちょっと寄贈がしたいんですが、お手伝いできることがあれば、何なりとおっしゃってください。寄贈します。とりあえず、虫と魚があるんかな?はい、この三つで。お願いします。わわ、まとめてお待ちくださったんですね。どれどれ。はい。ではありがたく納めさせていただきます。あ、わざわざ取り出していただかなくて結構ですよ。こちらで勝手に引き取りますので。他に何かお手伝いできることはございますでしょうか?いや、大丈夫。間に合ってます。
そうですか。では、自由にご見学ください。ってことで、まずちょっと虫。なんかキラキラしよるね。何このキラキラ。何が飛びよん。なんか至るところで何かが飛びよんやけど。あ、すごいなんか、めっちゃ立体的な感じやんね。すごくない？なんか。ちょっと待って。超興奮するんやけど。やば。見てこれ見てこれ。あ、虫だけじゃなくて魚も一緒？下に泳ぎよりよ。あれ濃いじゃない？すごい。ほら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 、こういう感じで、アゲハチョウも飛び寄るし。虫と魚同じ感じ？うわ、すごいな。すごいな、なんか。なんかあれ、蜜みたいなの貼っとる？へぇー。こっちは？ここは？なにここ？虫？虫かな、ここは。今のところはまあまだ何も入れられてはないけど、なんか土ばっかりやね。何土？あ、びっくりした。蝶と、これは何？サナギ？へえ、気持ち悪い。なんでこれだけここに展示されとんやろ。なんか他と違うんかな？なんかすごい。てかちょっとさ、ちょっとなんかルイージマンションっぽくない？さあ、それじゃあ、虫と魚。あ、でも、でっかい水槽とかも多分あるんよね。ってことは、まあ一緒に展示されとるやつと別のがあるってことかな。はい、こっちが化石。化石は地下なんやね。なにこれ、なんか、床にめっちゃ模様みたいなのが。この辺のって、寄贈した化石？違うよね。この辺のはもともとのやつか。こっちの台の上に乗るんかな。だってこんなクラゲの化石とか私渡してないもんね。あ、恐竜のマーク。あ、これ、あれか、足元は何かしら案内が書いてあるんよね。まあ、日本語じゃないけんちょっとわからんけど。まだまだ体の一部しかない。ほら、なんか今にもさ、動いて襲ってきそうじゃない？ルイージマンションにこんな場所あってやん、なんか。すごいな。上から見ても圧巻そうな感じ。なんか右側に行ける場所あったよね。ん？なにこれ？壁やった。壁やった。今のところまあ、まだまだ全然よくわからん感じやけど。こっちなんなんやろ。これなんかさ、動物たちのシルエットじゃない？ほら、カンガルーとかゾウとかさ、猫とか。なにここ。なんかすごい。ほら、こっちはなんか、猿とか、ネズミとか、ウサギとかいろいろ。そしてここに私。ここに座れるんかな？座れた。座れんのかと思った一瞬。これ横向きに座れるのもいいよね。はい、それじゃあ、なんだこれ。ラフレシアか何かか？なんかすごい不気味な感じ。それじゃあちょっと、魚の方に行ってみよう、展示。はい、魚、魚。おー。いいね、いいね。あ、泳ぎよる、泳ぎよる。何かしらの魚が。何かしら。すごいなんか立体的やし、超広いね。なんか、広いし、あの前の飛び盛りの時に比べて、なんか、なんていうん？展示方法が、より一層、現実的になった？リアルな感じに。めっちゃいろんな展示方法があるやん。こういう上から見る感じとか。あ、すごい！穴の中からも見れるんや。あ、泳ぎよる泳ぎよる、ほら。いいね。あ、こういうところもなんか可愛い。
こういうのあるよね、実際に。あ、前に進んでいける。え、やばくない？ここ。ここに多分、サメとかがやってくるんやろうなって思うけど、絶対圧巻やね。素晴らしい。そして下にも展示する場所が。あ、すごい。なんか方向が変わるんやね。へぇー。なんか旅行とかで私結構水族館とか行くことも多いんやけど、だって本当にこんな感じやもんね。はぁ、素晴らしすぎた。でもあっちもすごいけど、私結構ここの雰囲気好きなんやけど。わかる？なんか、いい感じじゃない？いやー、まだ大して展示がないのに満足なんだけど。さあ、それじゃあちょっと絹代さんの方に行って買い物もしたいんよね。やっほー、絹代さん。いらっしゃいませ。あら、この間お店ですれ違った人よね。改めまして、うち絹代って言います。もめちゃんやつぶちゃん、たぬきちさんとは昔からの知り合いなんよ。今回そのご縁もあって、こうしたあやな島に服やなんかを売りに来させてもらおうてます。ゆくゆくはこの島にお店を出せたらええなぁとも思ってるんですけど、まずはお客さんを作らんことにはね。あ、じゃあそのうちちゃんと店舗構えるんかな。てか、この雨の中、絶対服びっしょびしょやろそれ。不定期ではありますけど、週に何度か寄らせてもらいますんで、今後ともよろしくお願いしますね。せよ、せっかくやし、よかったら今日の商品を見てってもらえませんか？見ます。曜日とかも決まってないんかな？大きに、ほな今日の商品はこちらになります。あ、ちゃんとこういう感じで見せてくれるんや。てか、服かわいいな。え、だいぶかわいいな。なんだこのハートのエプロン、超かわいいんですけど。ワークシャツ、ギンガムチェックのスカート。え、でも私どうしよう。ジャンパースカートかわいい。てか、この色味かわいい。2000ベル結構するね。買います。買うんかいって感じやけど。あれ何？一番右の靴？靴かな？他にも何か見ていきます？もちろん、文字キャップもかわいい。フットカバー。トレッキングシューズ。とりあえず文字キャップを560ベル買います。はいはーい。その場で着るみたいなのはなくなったんやね。おおきに。他にも何か見ていきます？なんか一応さ、試着みたいなのにさせてくれたらいいのにね。いかがでしたか？毎回なるべく違う商品を持ってくるつもりやし、また来てちょうだいね。飽きないに来る日は朝一番から来て、夜も10時頃までは頑張るつもりなんで、今後ともごひいきに。すごいね、めっちゃ頑張るね。ちょ、着替えます私。ジャンパースカート。あ、超かわいい。カラフル、いいね。文字キャップ。私めっちゃ好き。この感じめっちゃ好き。え、かわいくない？え、超かわいくない？ちょ、並ぼう。く、正面には来てくれね。めっちゃかわいい。超満足。あ、セレモニーしよう、セレモニー。着替えたことやし。もうすでにね、博物館の中には入ったけれども。アイナさん、どうもどうも。何か僕に相談だらも？何でも気軽に聞いてちょうだい。セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。なんと今は複数のセレモニーを開催できるとってもおめでたいタイミングなんだもん。お？あ、まとめてやってくれるん。今回はどのセレモニーに参加したいだもん？あ、そういうことね。そういうことね。じゃあ博物館で。はいはい。じゃあ早速始めるから会場にご案内します。まとめてくれたらいいんやけどね。雨の中。それでは、ただいまより、博物館の完成セレモニーを取り行います。ふうたくん意外とかっこいい傘なんやね。ちょ、木が邪魔だな。ありがったらも。本当に何もない無人島だったアイナ島だけど、皆さんのおかげで、だんだん盛り上がりつつあるだらも。今回は完成した博物館を運営してくれる、ふうたさんに挨拶してもらうだらも。では、ふうたさん、一言お願いするだらも。アイナ島の皆様、ご紹介に預かりました、ふうたと申します。このような立派な博物館をオープンすることができ、感無量でございます。それも皆様のご協力あってこそ、この島の豊かな生態系を生かした魅力あふれる博物館を目指して運営してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いいね、いいね。ふうたさん、どうもありがとうだらも。
次に博物館の建設に多大な貢献をしてくれたアイナさんに島民を代表して一言いただきたいだも。それではアイナさん一言お願いするだろも。やったね。イエーイ。うんうん、本当にその通りだろも。アイナさんどうもありがとうだも。じゃあ皆さん最後にあれの準備をお願いするだろも。あと記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。うん、博物館完成のお祝いと僕らのアイナ島のますますの発展を願いましてよー。いいね。ありがとうございました。なんかいつもハンナちゃんちょっと離れたところにおるんよね。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。え、めっちゃ良かった。博物館超満足。超満足。待って、自分の家がどこか。これだわ。さあ、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。みんなあれやね、私が傘をさしてないことに対しては何も思わんのかな。まあ、でも結局道具に切り替えたら傘さしてないけん関係ないもんね。